水源カナダアンバサダーの辻尾真嗣です。よろしくお願いします。お願いします。水源ナンプロデューサーの星野です。今日は第3回ということなんですけれども、はい、いろんな方から、コメントなりで反響がありましたよね。そうですね、本当にありがたいことに、はい、YouTube の方のコメントにも Twitter にもコメントいただいて、うんうんうん、はい、嬉しい限りですね。そうですよね、はい、そんなに話さないですよね、ここまで。僕本当に多分昔から知ってるサポーターの方はファンサービスとかも結構多分僕は不愛想だったと思うんで、自分でもこんな話すことはなかなかないんですけど、はい、本当にいい機会を、はい、いただいているので、いろんなところで話す機会とかも多くなったり、自分の思いをこう言語化する機会っていうのが結構増えて、はい、やってみると話すこともやっぱ楽しいなって思えるようになってきたんで、はい、こういうのは続けていきたいなと、はい、思ってます。コメントがいくつか、来てたので、ちょっと紹介してみたいと思います。はい、勝てない状況が続いて本当辛いですが、辻尾さんのラジオを聞いて救われていますと。はい、お立場上話せること話せないことあると思いますけども、これからも続けてほしいですと。いや、これちょっと嬉しかったですね。いや、嬉しいですね本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、では早速ですけど、昨日の大宮戦を振り返っていきたいと思います。はい、まあハラハラドキドキしましたけれどもまあやっぱり本当に勝ち点3取れたことが全てですよね。8試合ぶりの勝利ということで、選手たちもね、なかなかこうナイーブな面も、メンタル面でナイーブな面もあったと思いますし、この勝利でね、次の試合にポジティブに迎えると思うので、そういった面では勝ち点3というのはかなり大きな勝ち点3じゃないかなと思います。はい、はい、ただゲーム全体を見ると、内容で言えばかなり物足りないものがあったかなというところで、実際ビッグチャンスっていうビッグチャンスで言えばフォドロフ選手がバーに当てたシュートぐらいだったので、攻撃の形というかそのチャンスの作り方っていう面ではちょっと改善していかなきゃいけないところがあるのかなと思います。なるほどなるほど。はい、前節の岩田戦で、セヌマ選手がビッグチャンスを決められなかったというところで、はい、で今回 PK になって、はい、もう気持ちで決めたような感じでしたけれども、おそらくもう全石川県民が泣いたみたいなそうですね、本当に、はい、ちょっとドラマチックなね、そういう展開もありましたけど、僕はすごい気になるのはNOWでも言いましたけど、2トップが結構同じ動きしてるっていうところで、もう少しこう縦関係になってギャップ作って、っていうことがあんまり少なかったので、今節も、そこはかなり気になりましたね。なるほど。はい、あとはサイドバックのビルドアップしてる時のサイドバックの高さ、かなりこうリスクを考えてなのか、かなり低めなので、相手のサイドハーフにとっては全然脅威じゃないかなっていうところはありますね。それもあってやっぱ右ですね、右に入った本塚選手、右サイドハーフ入りましたけど、なかなかボール入らなかったので、せっかく本塚選手があそこに入っててボール受けれる選手なのに、なかなか入らなかったので、いや、もったいないなと思って。なるほど。はい、見てましたね。ダブルボランチに大橋選手と藤村選手が入って、右のサイドハーフに本塚選手で、これは初めてですかね。いや、去年は、何回かありましたね。ありましたか。で、去年はいい形の時は本塚選手のところに結構ボール入ってたんですけど、今年はね、なかなか入らないところですよね。どうしても、サイドバックの松田選手から、縦に1本長いパスっていうところが結構あって、これがちょっとやっぱ精度を欠くというところがあったかなと。そうですね、それも別に悪くはないんですけど、結局セカンドボール回収できてないことも多かったんで、もったいないなと。ただ大宮もね、やっぱりあまりこう選手の距離感とかっていうのは良くなかったので、そこで相手もミスしてくれて回収できてたのは助かりましたけど。そうですよね、結構大宮も今、21位ということで、危機迫る感じがあったかなと思うんですけど、ちょっと前のめりになってしまってたところもあったんですかね。そうですね、前と後ろのそのバランスというか、後半なんかはね、かなり良くなりましたけれども、うちは押し込まれましたけれども、バランス悪いなと、なんか全体の選手のここのベクトルがバラバラだなっていう印象を受けましたね。なるほど。右の真渡選手、彼はやっぱめちゃくちゃ良かったですね。サイドバックやってる選手、これ言ったら彼調子乗るんであんまりですけれども見てほしいなって思うような、
まあ、元々ね能力高くて、はい、アタッキングサードに入った時のクオリティはもうめちゃくちゃ高かったんですけど、それ以外のね上がるタイミングだったり、その後ろでのサポートの仕方とか、ビルドアップの作りとか、やっぱフロンターレとか広島とかでプレーしてこう揉まれただけあるなっていう感じは受けましたね。なるほど。まあ、元々能力高い選手ね、はい、もうたくさんいるので、いい時はやっぱりポンポンポンってつながって崩されたシーンもやっぱありましたし、あれがやっぱ噛み合ってくると能力ある選手たちなんで、はい、また浮上していくんじゃないかなと思いますけれども、あとはあれですね、ポジティブな面で言えば、はい、ダブルボランチはやっぱかなり良かったですね、はい、まあ、特に大橋選手は、はい、もうセカンドボールの反応とか予測とか、もう抜群でしたね。もう拾いまくってたんで良かったなと思って、まあ、彼のおかげでこうセカンドボール回収できたんで相手ボールにならなかったっていうシーンが多々あったので、まあ、1本イエローカードもらっちゃいましたけども、もうそれ以外はもうめちゃくちゃ良かったなという印象でしたね。あの昨日はあのスタンドから藤村選手を、はい、まあ、ずっとカメラで追ってたんですけども、はい、藤村選手が、まあ、フォワードに対してもっとこうギャップ降りてこいよみたいな感じのジェスチャーを結構してたのが、はい、まあ、印象的だったんですけれども、はい、今まで、まあ、やってなかったことはないと思うんですけど、結構昨日は回数が多くて、そうですね、多分彼も感じてたと思うんですけど、結構ボランチの脇のところ空いてたので、そこに降りてこいよっていうジェスチャーをしてたので、あれはこの間のナウでも言いましたけれども、やっぱフォワードが縦関係になって一人キャップに降りてきて、まあ、そこを使うか使わないかはその相手のディフェンダー見てっていうプレーが出てくると、相手のセンターバックもかなり困るんじゃないかなと思うんですけれども、あとは藤村選手、自分のこう意図してかわからないですけれども、前半はちょっと前めのポジションに入ることが2回ぐらいあったんですけど、まあ、その自分がこう前に関わってプレーを意識してたのかなっていう印象も少し受けましたね。まあ、先制点取ったのでその後はそんなに前に行くシーンはなかったですけれども、まあ、ダブルボランチが良かったと。良かったですね、はい。その他の選手どうですかね、良かった選手。まあ、フォドルフォ選手はねやっぱり特徴で出るときは相手の脅威になってましたよね、やっぱり、あの推進力は魅力的ですね、まあ、何度かこう受けに落ちたときとかにミスはありましたけれども、あの辺がねこう無難にこう無難にじゃないですけども、さばいて前で自分のストロングをもっともっと出せるようになると面白いかなと思います。なるほど、まあ、やっぱりあとコンディションは多分ちょっとしんどそうだったんで、途中でやっぱ変わりましたもんね、まだまだこう上げていかなきゃいけないところじゃないかなと思いますね。まあ、あの瀬沼選手 PK で得点しましたけども、結構積極的にゴールは狙ってたなという、シュート数はめちゃくちゃ多かったですし、まあ、彼自身この試合でやらなきゃっていう気持ちがねかなり出てましたね、まあ、PK 取ったシーンももう自分で動き出して背後を取りに行って背後取って相手のハンド誘ったので、まあ、あれはね本当彼が取った得点だと思いますし、まあ、彼もこの得点でねかなりこうメンタル的にね、あのフレッシュになったと思うので、これから10番なのでね、そうですよね、もうゴールを量産してほしいなと思います。で後半途中からですかね、大谷選手が、杉浦選手に代わって、トップに入ったということで、あのみんな結構大谷選手トップで使ったらいいのにって思ってたとは思うんですけれども、まあ、やっぱり彼がトップに入ったら、まあ、伸び伸びやってたんで、まあ、途中から入ったっていうこともありますけれども、まあ、相手もかなり嫌がってたっていうところありますよね、まあ、ただ注文つけるとすると、一回背後取ってちょっとトラップ外に逃げちゃったんですよね、あれをもう前にグッと持っていければ相手のファール誘うか1対1に持っていけたんですけど、あれは一個こうもったいなかったなっていう、多分試合見てた方は分かると思うんですけど、思いました。あともう一つなんですけど、後半ロスタイムかなんかに背後に抜けて自分でゴールに行ったんですけど、まあ、ロスタイムで 1-0 でゴール向かったっていうプレーだったんですけど、まあ、僕が試合で出たらお前そのプレーはするなって言って切れてますね。クロージングしろってことですよね。そうですね、まあ、結果的に得点は取られなかったですけれども、7試合8試合勝ちがないっていうところで 1-0 でロスタイムでってなると、あそこをシュートに持っていくっていうのはそこはちょっと判断としては僕はどうかな、僕の目線ですけれども、じゃあ最後にですね、大宮戦の試合後のコメントということで、柳下監督が、まず勝ち点3取れたのは一番いいことだった、もちろんチームとしてやろうとしているいいプレーもあるし、そうでないプレーもあるんで、そのあたりは選手が理解して気づいてできてないことを改善していくと。でコーチングに関してまだできてないことが多いので、それができるようになればもっと安定したゲームができるんじゃないかということなんですけど、ここのコーチングというところはどういった感じですかね。
まあ、どのコーチングを言ってるかわからないんですけれども、はい、やっぱ全体的に静かだなっていう、あの声を出し応援はできないので、うん、もっともっと選手の声が聞こえてもいいのかなとは思ってて、僕サイドバックだったんですけど、はい、まあ、あの結構静かそうな多分イメージを抱かれてる方多いと思うんですけど、うん、もう試合中はずっとサイドハーフのポジショニングずっとコーチングしてたんですよ。もうずっとそれぐらいやっぱりサイドハーフとサイドバックの関係っていうのはその細かいポジショニングの修正が必要ですし、まあそういう声が聞こえてもいいと思いますし、まあとはセンターバックなりボランチなりこの全体のこのオーガナイズじゃないですけれども、もっともっとコーチングというか士気を高める声とか、まあそんなんがもっともっとあってもいいのかなっていうような印象を受けますね。確かにこう怒鳴り声とかそういうのがあっても全然不思議ではないですもんね、はい、そうですね、はい、うん、確かにあんまり声は聞こえないし、うん、一番こう何か言ってるって言ったら白井選手そうです ね, ね、はい、うん、っていうイメージしかちょっとないかもしれないですね、うんうん、まあ、なので もうもっともっとピッチ内でね、監督の声はよく聞こえますけれども、そうです、ね、まあ、やるのは本当は選手たちなので、はい、自分ら主導でもっともっといい声が出てくればもっとチーム全体の雰囲気も良くなりますし、はい、やるべきことも整理されていくんじゃないかなと思います。まあ、その辺はね徐々にこう良くなっていくかなというところもね、はい、あるので、そういったところにもこう注目して見ていくのはいいかもしれないですよね。そうですね、はいはい、ということで大宮戦振り返りでした、はいはい、では続いてですけれども、辻尾さんに聞きたいことということで、今日は監督の思い出についてちょっと聞いてみたいんですけれども、はいはい、まあ、今まで所属したチームで印象に残っている監督っていらっしゃいますかね。皆さんあの印象には残ってますけれども、はい、こう旬なところでいけば森保監督に、森保監督、はいはい、まあ、半年間ですけれども指導していただいたんですけれども、はい、まあ、森保監督は、まあ、あのままで本当に謙虚な方で、こう出てる選手出てない選手分け隔てなくこうコミュニケーションを取ってこうフラットな目で見てくれるというか、そういうとこはかなりありましたね。まあ、メンバー選考に関しても、はい、なんかねちょっと本でも読んだんですけど、こう選手たちが選んでもこんな感じのメンバーになるように選んでるみたいなことをおっしゃってたので、そこら辺のこうチーム内のなんていうんですかね、うん、そういうメンバーチョイスでこうストレスを選手に与えないというか、うん、そういうこともかなり気を使われているのかなと、なるほど、いったところはありますね、うんうん、で森保監督のサブのコーチで、はい、今まあ代表でも代行監督やっていらっしゃる横内さんって方がいらっしゃるんですけど、うん、はい、まあ、その人がまたこうキーになっているというか、その監督の意見をこう選手たちにうまくこう反映させるというか、そういうのがすごく上手な方で、まあ、その方はまあ厳しいんですけど、横井さんはあのフランクな面がかなりあってあの選手と一緒にボール回したりとか一緒に笑ってボール蹴ったりとかっていうのをやってくれたんで、まあ、試合で出ない選手のこのストレスの吐け口とかっていうのにもかなりなってましたし、そこはやっぱすごいですね。あとはその森保さんと横井さんの関係で言えば、うん、横井さんの方が年上なんですよね。選手としてこう先輩なんですけど、森保さんのことをちゃんとリスペクトしてるっていうか、うん、監督としてちゃんとこうリスペクトしてる部分があるので、そこはかなりやっぱうまくいってるんだろうなっていうところですよね。なのでやっぱ森保さんが代表に行くってなった時に広島のコーチングスタッフを全員連れて行ったのは、やっぱりそういういい関係が築けてたからだろうなっていうところはあります。見た目の印象としてはね、やっぱすごく穏やかな感じで、うん、はい、でも実際もうそんなもうまさにそのままというか、そうですね、穏やかな方ですけど、試合前のその鼓舞する感じとかは結構危機迫るものとかあったりして、うん、そうなんですね、はい、試合前入る前とかはこう選手のモチベーションを上げるというか、そういう言葉だけはかなりしてましたね、はい、あとは初めてこうプロになった、うん、長谷川健太さんはもう本当に厳しい方でした。本当にそうですか、はい、まあ、ヤンツさんと似てるわけじゃないですけれどもこうかなり厳しかったですね。もう立ってるだけで存在感があるというか、そうなんですね。ただなんか、まあ、清水からガンバに行かれたんですかね、はい、ガンバに行って、その時はなんか結構ガンバの選手に聞いたら、もう健太さんめちゃくちゃ優しくなってるみたいな出てない選手の話聞いたりとか、うんうんうん、こうケアとかしてるよみたいな、みたいなそうなんですねまあ清水の時はそんなことね、全く知らせてるんですけどそういうことはには全然関与しなかったので、長谷川健太さんの下にトップコーチで田坂さんが、まあ、大分の時にも指導してもらったんですけど、はい、その人がいたんですけど、もうその人もあの横内さんじゃないですけれども、うん、出てない選手のケアとか、うん、選手のストレスのこう緩和というか、うん、そういうところにこうかなり田坂さんの存在が大きかったところがありますよね。もう本当にフランクな方で、うん、僕はもう本当に出れない時期にマンツーマンでずっとこう居残り練習とかしていただいたので、本当に感謝してますね。あ、金沢に移籍した時は森下監督
督、はい、どんな監督でした？森さんはそうですね、フランクですよ、もう、はい、ちゃんとこう会話してくれますし、まあ、会話してくれるっていう方はしてくれない人はダメみたいな感じなんですけれども、まあ、森さんはあの指導の時に僕らにこう正解を得ずにこれどうみたいな、かなり聞いてくれます。自分の正解もしかしたら自分でこう思ってるっていうのを持ってるかもしれないですけど、今のどうだったみたいな、で僕らの意見を結構こう聞いてくれるというか、そういうところありましたね、まあ、一番僕が監督に求めるのはやっぱりその人としてこう尊敬できるとか信頼できるとかっていうところを、まあ、言ってることがこう変わらないとか、選手によって態度っていうか言い方をあからさまに変わる監督とかもいるので、いやその選手とは OK なのに俺はそれ怒られんのかみたいな、まあ、こんなこと言ったらダメなんですけど、そこのジャッジの基準が選手によって変わるっていうのは選手にとってはかなりフラストレーションがたまりますね、まあ、もちろんそんなことにこう自分にやっぱりベクトル向けなきゃいけないので、そんなこと言ってる場合じゃないですけど、まあ、今の若い子らというか、どんどんこう変わってきてるじゃないですか、もうちっちゃい頃の指導のされ方も変わってきてますし、なので指導する方もやっぱりね、どんどん変わっていかなきゃいけないですよね、アプローチの仕方とかっていうのは。辻尾さんはその所属してたチームでそのシーズンの途中で監督が変わるってことはなかったっていうことだったんですけれども、前年から監督が変わるっていうことは何回かこうケースがあったと思うんですね。その時の心境ってどんな感じなんですかね。監督が変わればある程度その戦術も監督の求める基準っていうのも変わるので、はい、まあ、そこにこう神経使うというか、監督が何を求めているのかっていうところをより早く理解して、その自分の良さをどう出していくのかっていうところを考えていくというか、そこにこう一番労力使うというかっていうところですよね、はい、清水の時は長谷川健太監督から、ゴドビ監督に2011年に変わりましたけれども、はい、こんなに変わるんかいみたいなことってなかったですか？いや、この時はね、あの清水も選手もめっちゃ入れ替わって、青新さんは結構、まあ清水のサポーターの方も知ってる方いますけれども、まあ賛否両論あるというか、っていう方だったので、ぶっちゃけて言うと僕はまあ最後の方はあんまり使われなかったので、使われなかった監督なんでね、あんまりよくは思ってなかったところはありますけれども、でも中にはこうそのミーティングとかでめちゃくちゃ大事なこととか、お前らサッカーに向き合う人はこうだろうみたいなとかっていうのをすごく言ってくれたんで、まあ、その時僕若かったので、なんか言うとるわみたいな、うっせえわと取るかく俺が疲れたいう気持ちでしたけれども、青新さんは、言っていいのかな、本当に人によってかなり態度変わる、態度変えますし、その同じ人でもいきなしこう、え、そんな態度やったっけみたいな、あれみたいなことがよくありましたね、まあ、気分屋だったんですか？気分屋ですね、かなり。なるほど。あと、あの青新さんのことで言えば、広井選手が一回ノートに書いてたんですけど、あの青新さんにやる気がないときはとりあえずやってみろみたいな、やったらこうやる気出るからみたいな感じのことを言われたらしくて、広井選手は青新さんの時に、まあ、優遇されてるわけじゃないんですけれども、まあ、そういう言葉をこうちゃんと覚えててそれを実行してるんですよね、どういう人の言葉でもこうちゃんと受け入れる広井選手はすげえなっていうところは思いましたね。ただその青新さんがやる気が出ない時はとりあえずやってみろ、やる気出なかったらやめればいいからっていうことを言ったらしいんですけど、多分やめたらガチ切れするんですよなんでお前やらねえんだそこはそこ罠に引っかかってはダメだ。なるほど。はい、じゃあ今日もエンディングということなんですけども、次節はアウェーで、現在20位の愛媛戦なんですけれども、誰か注目選手とかっていうのはいますかね？そうですね、まあ、やっぱりフォドルフォ選手があのかなり攻撃で効いてるっていうところで、まあ、出場時間がどこまで伸びるかっていうところと、あとはまあダブルボランチ、まあ、特に大橋選手はコンディション良さそうだったので、そこがセカンドボールとかどれだけ回収できるかっていうのはキーになるんじゃないかな。島田選手はおそらくまあ次節帰ってくるんじゃないかなと、大宮戦では本塚選手が代わりに入ってたというところで、どうなりますかね、そこの布陣どうなるんですかね。まあ、島田選手を外すことはね、なかなか考えられないので、そのまま右本塚選手を変わるのか、言ってたようにトップ下に島田選手を入れてみるとかっていうのも面白いかもしれないですね。なるほど。ということで、次節はアウェーでの愛媛戦ですけれども、6月13日の18時からもうナイトゲームになっていくということですね。そうですね、まあ、一発目のナイトゲームなので、そのコンディションの作り方とかっていうのも、ね、ちょっと慣れないところもあるかなと思うんですけれども、まあ、そこはうまく合わせて、アウェーでも勝ち点3、あと強敵がかなり残ってるので、そうですね、勝ち点3取って帰ってきてほしいなというところありますね。なるほど、頑張ってほしいと思います、では今日はここまでにしときましょう。またお会いしましょう。さよなら、さよなら。